皆さんこんにちは。男と女の破片で知られる歌手でおなじみの前川清さん。前川清と藤圭子の夜の生活が初夜だけの理由、娘の病気や再婚した妻の正体について紹介します。まずは前川清さんの経歴とプロフィールから紹介します。前川清は演歌歌手です。1948年8月19日生まれ、長崎県佐世保市出身で、血液型は O 型です。1968年高校を2年で中退した後、セールスマンなどを経て長崎市内のキャバレーで歌っていたところを小林雅樹に見出され、内山田博士とクール5にリードボーカリストとして参加しました。1969年2月5日、長崎は今日も雨だったでメジャーデビューを果たしました。同年の紅白歌合戦第20回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。その後噂の女1970年、そして神戸1972年中之島ブルース、1975年東京砂漠、1976年など全国レベルのヒットナンバーを数多く世に残しました。紅白歌合戦への出場回数はクール5時代とソロでの出場を合わせて29回にも及び、歴代の白組で6番目に多い記録を持っています。1987年よりソロ活動を開始し、シングル男と女の破片がヒットを記録しました。現在はソロ活動のほか、前川清&クール5としても活動しています。69年に新宿の女で鮮烈なデビューをし、瞬く間にスター歌手となった藤圭子さんですが、そのわずか2年後の71年に最初の結婚をされます。その相手こそ3歳年上で同じくデビュー曲長崎は今日も雨だったをヒットさせた前川清さんでした。当時は歌番組も多く、歌手は楽屋などで一緒になることも多かった。藤さんは一人ポツンと座っていることが多かったが、お互いの歌手としての才能にあふれた二人がどちらからともなく惹かれ合ったのは自然のことだった。人気絶頂だっただけに障害も多かったが、藤さんが20歳、前川さんが23歳という若さで挙式されました。しかしその翌年、二人はあっさり離婚してしまいます。なぜか当時の週刊誌の取材に対し、前川さんは新婚生活についてこう語っています。あれが夫婦生活なんですかね。僕らには夫婦生活と呼べる期間があったのですかね。いや、なんというかなどなど、とにかくせすがなかったのですよ。僕らには本当初夜だけだったと言って間違いないところだな。一回だけですよ。この他にも、稽古はクールな女でしてね、あまり好きじゃないみたい、よく拒絶された初夜にしても血の通ったセックスではなかったなど、夫婦の営みについて恨み節を交えながら赤裸々に語られています。 RCA レコードの榎本上司はこう証言しています。あの二人の関係は結婚前にすでに破綻していたんです。6月に婚約を発表し、暮れに長崎の教会で挙式したのですが、秋口を迎える頃、浅草国際劇場の楽屋で本人から結婚をやめにしたいと打ち明けられたことを覚えています。ベテラン記者が振り返ります。お互いあまり喋るタイプではなかった。特に藤さんは結婚の前には男性不信どころか男性恐怖症だと言われていたくらい、確かひろこという歌手の付き人の女性とレズ関係だったという噂も囁かれていたほどだった。離婚の原因はすれ違いの多い夫婦生活だったことは間違いないが、たとえ一緒にいる時でも会話が少なくとも前川さんにとっては安らぎのある家庭ではなかった。何でも家での藤さんはペットの魚を眺めているだけだったんだとか。前川清さんといえば、1969年に長崎は今日も雨だったでメジャーデビューした演歌歌手です。その後噂の女、そして神戸中之島ブルースなどの数々のヒット曲をリリースしています。また歌手としての名誉でもある紅白歌合戦には、前川清ソロとクール5時代を合わせると29回も出場されているのです。歌手前川清さんを知らない人はなかなかいないほど実力も兼ね備えた前川さんですが、実は競馬好きでも有名で競走馬のオーナーでもあります。前川清さんは1971年、23歳で藤圭子さんと結婚しました。
藤圭子さんといえば宇多田ヒカルさんの母としても有名ですね。しかし1年で離婚されています。2人の間には子供は誕生しておらず、藤圭子さんは前川清さんとの離婚後に宇多田照真さんと再婚、歌手の宇多田ヒカルさんが誕生しています。宇多田ヒカルさんは前川清の子供ではないかと噂されたこともあるようですが、そうではないようですね。前川清さんと藤圭子さんの間には子供はいないというのが真相のようです。1980年に刊行された男性自身第21号、双葉社大二刊第10号、昭和55年5月20日では独占国白花やぎ原種切るしかなかったのです。前川清が武井麻美さんと熱愛結婚へ、男プロのカタログ講座のタブーに挑戦する林家新平、石橋栄太郎の料理教室と題し、前川清さんが再婚した奥様について掲載されています。この記事によりますと、再婚した妻の名前が武井麻美とのこと。一般女性のため顔画像や職業などは非公開のようですが、女優の黒木ひとみさん時の美女で、年齢も前川清さんより10歳ほど離れ、かなり年下のようです。藤圭子さんとの離婚から10年、1982年に前川清さんと武井麻美さんは結婚しました。当時武井麻美さんはレコード会社の社員として働いていました。そのレコード会社の飲み会に前川清さんが出席したことがきっかけで出会っています。飲み会の席で会話したところ意気投合し、そのまま交際へと発展。その後1982年に入籍しました。結婚40年を超える夫婦。これまで前川清さんはバラエティ番組などで結婚生活における趣味などプライベートを明かしています。2018年12月31日放送のフジテレビ有名人が情報解禁、千鳥のドッカン自分法では、前川清さんの恋愛が発覚しています。業界で知らない人はいないという前川清さんの恋好き、2014年の全国錦鯉品評会で優勝するほど、放送当時は1200匹ほどの鯉を長崎と新潟の養魚場で育てていると伝えられました。こんなに育てて売って儲けてると思いますが、鑑賞用のため販売はしていないのだとか。管理費などの費用は年間に500万円もかかるそうですよ。衝撃なのは、これだけお金をつぎ込んで錦鯉に愛情はないということ。過去に1匹だけ1600万円で売ったことを告白しています。次女の前川雪菜、前川雪菜さんは1991年6月19日生まれ、男女2人組のロックユニットダイヤウルフのボーカル優として活動し、2019年1月16日にアルバム進化でメジャーデビューしました。前川雪菜さんは子供の頃は細身でした。それががっちりした体型になり、幼少期の写真を見た人から病気なのではと心配されていました。しかし体型ががっちりしたことと病気との因果関係は今のところ情報がありません。2019年5月のアウト×デラックスに出演した際、マツコデラックスにどう彼氏と帰るのと聞くと、少し悩んで女性が好きだということを告白しました。雪菜さんの性同一性障害で男性のカミングアウトで衝撃を受けた方は多いかもしれませんね。雪菜さんはテレビで見てもわかるように、格好も男性っぽくて髪も短髪で、振る舞いもどちらかといえば年頃の女の子というよりは見た目が男性っぽく見えます。今まで隠していたのかと思いきや、小学生の頃から隠していなかったそうです。彼女が言うには、幼少期から体は女だけど心は男というのに気づいていたので、スカートでなくてパンツスタイルで学校に行ってたそうです。家族をはじめ周りの友達の理解もあって、あまり気にすることもなく自分らしくいられたと言っています。そのことが今までカミングアウトせずに生きてこれれたことなのかなと思います。前川雪菜さんが自分は性同一性障害ですと告白したら、父である前川清の顔を汚してしまうと悩んでいたそうです。そんな雪菜さんの心配を察知したのでしょう。父親である前川清からそうした雪菜の心情を察したようなアドバイスがあったそうです。偉大な父親前川清の後押しもあり、性同一性障害を公表した方が本当の自分の姿でいられるということで、
公表するに至ったそうです。歌手として偉大であるだけでなく、人としても偉大なんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。